ブラックロシアンテリアは、ロシア原産の軍用、警察用の犬種である。テリアの名を持つがテリアではない。別名ロシアンベアシュナウザー。ロシアで優秀で強靭な軍用犬種を作り出すために、1950年代頃から、作出プログラムが始まった。この犬種の基礎犬として使われたのは、当時最も優秀な犬だった、ジャイアントシュナウザーのオス犬、ロイ号である。 現在のブラックロシアンテリアが、シュナウザーのように見えるのは、彼の血を強く受け継いでいるからである。このロイゴを、エアデールテリア、ロットワイラー、ニューファンドランド、イーストヨーロピアンシェパード、コーカシアンシェパードドッグ、ボルゾイ、グレートデーン、モスクワンレトリーバー、ロシアン、ライカのメス犬と掛け合わせ、その後輩によって生まれた子犬を元に作出された。なお、 ロイ号の嫁とも言える上記の犬種たちの数は150から300頭にも及ぶと言われている。もちろん、後輩は数年に及んだことは言うまでもない。1980年には犬種として容姿、性格、サイズなどが固定され、1981年には国際地区剣連盟の公認犬種になった。今は軍用、警察用としてだけではなく、 民間の番犬やペットとしても人気が出てきている。大型の割にそれほど運動量が多くはないのもそれを加速させた理由の一つである。体高63から75センチメートル、体重40から65キログラムと大型で、ウェーブがかった長いコートは雪や雨から身を守る。毛色はブラックのみ。骨太で筋肉質の体つきをしていて、足は太く長い。 垂れ耳垂れのだが、おは短めに、談をすることもある。性格は忠実で知的であるが、警戒心も強いため、しっかりとしたしつけが必要である。ありがとうございます。